ボルシアドルトムント専用バス爆弾攻撃事件とは、2017年4月11日午後7時15分頃にドルトムントで発生したプロサッカークラブのボルシアドルトムントの選手専用バスが爆弾攻撃を受けた事件である。被害を受けた選手バス2017年4月11日、ボルシアドルトムントはホームスタジアムであるジグナルイドゥナパルクにて AS モナコを迎えて、 UEFA チャンピオンズリーグ2016から17、準々決勝第一戦を挙行する予定となっていた。この試合のため、ボルシア・ドルトムントの選手たちはスタジアム近くのホテルに宿泊し、試合開始直前にバスでスタジアム入りする手はずであった。ドルトムント選手団が乗車した専用バスが宿泊先のホテルを出発し、ウィットブラウカーストリートに出たところで、 バス付近で爆発が3度発生した。この爆発により、専用バスは後部の窓が破損した。また、この爆発の際に、ボルシアドルトムント所属のマルク・バルトラが右手首を骨折して病院に搬送され、緊急手術を受けた。また爆発の際に、警護のオートバイに乗務していた警察官も負傷した。この事態を受け、欧州サッカー連盟は、 当日のドルトムント対モナコ戦の試合開催について、両クラブの関係者やドルトムント行政当局と協議の上で中止し、翌日の4月12日に振り返り順延として試合を開催する決定を行った。アレクサンデル・チェフェリン UEFA 会長は、この試合順延を正しい決定であるとした。この事件を受けてまず地元ドルトムントの警察当局が捜査を開始し、その後、 テロ事件の疑いが濃厚になったために連邦刑事長が捜査に乗り出した。当局の捜査によりこの爆発が池垣に仕掛けられた特製パイプ爆弾によるものであることが判明した。12メートルほどの池垣の中に3つの爆発物が設置され遠隔操作によって起動する仕組みとなっていた。爆発物は選手バスの進行する方向へと金属片が 飛散するように設置されており、金属片の一つは250メートル先で発見された。BKA はイスラム過激派2名の関係先を捜索し、内イラク人の男1名を拘束確保した。事件現場からは犯行声明とみられる手紙なども発見されたが、イスラム系の犯行に見せかけたような語字があり、信憑性について疑問視をされた。また、拘束した。 イラク人の男から事件に関与した証拠が見つからなかったことなどから警察当局はイスラム過激派の関与を疑問視していた。4月21日、BKA は事件に関与したとしてロシア系ドイツ人の男をドイツ南西部の中便圏で拘束したと発表した。この男は個人投資家でありイスラム過激派とは関係がない。男は事件当日、 選手が宿泊した同じホテルからインターネットを開始、ボルシアドルトムーントの運営会社の株式を株価が下落するほど売却時に利益が出るというプットオプション付きで1万5000株ほど購入。株価の操作によって不正な利益を得ることを目的として事件現場を見渡せる場所から遠隔操作で犯行に及んだものと見られている。なお、 男の購入した株式は6月17日までに指定した価格で売却することが可能となっており、BKA の試算によると最大で50万6275ユーロの利益を得ることが可能となっていた。5月16日、BKA は事件の背景にテロリズムが存在する手がかりは得られなかったとする声明を発表した。経済的利益の目的のための犯行であり、 国家に対する重大犯罪ではないため、連邦検察庁は捜査を打ち切り、今後はドルトムント検察に一任するとした。同年8月、ドルトムント検察庁は、被疑者の男を殺人未遂罪で起訴したと発表した。ありがとうございます。